デイビーはアメリカ合衆国フロリダ州南部ブロワード郡の町であるマイアミ都市圏に属している2010年国勢調査では人口9万1992人だったフロリダ州の町の中では最も人口が多いまたアメリカ合衆国全国の町の中でもアリゾナ州ギルバートとノースカロライナ州ケイリーに次いで第3位である RP デイビーデイビーの町は タマラ・トゥーさんとジェイク・タンレバウムが設立した。当初の町名は、ゾナだった。1909年、ロバート・パーセル・デイビーが、当時のフロリダ州知事ナポレオン・ボナパルト・ブロワードを、助けて、湿地の水を排水した。デイビーは開発業者であり、この地域の土地、約2万7千ウェーカーを購入した。ゾナの町に学校を建てた。1916年、町の住人が、 設立者デイビーに感謝し、町名をデイビーと変えた。町の土地は大半が水面下にあったエバーグレーズから確保された。デイビーの町は常に西部の町という評判があり、初期の建物の多くが西部開拓時代の建築スタイルだった。馬を所有している人が多く、また多くの牛の群れもいた。近年、商業と住宅の開発によって牧畜業が減ったが、 今でも古い西部の感覚を維持しようとしている。西部をテーマにしたテーマパークのパイオニアシティがフラミンゴ庭園の通り向かいにあった。1960年代に建設されたが数年後には閉鎖された。2005年のハリケーンカトリーナで受けた被害、デイビー学校は1917年、南フロリダで最も著名な初期建築家の一人である建築家オーガスト・ガイガーが設計し、 1918年に開校された。生徒数は約90人だった。デイビー学校はエバーグレーズの地域で初の高級的な学校であり、現在のブロアード郡では最古の現存する校舎となっている。この校舎は1980年まで学校として使われ続けた。1984年、デイビー学校基金が設立され、この学校の初期の外観を維持するよう、 保護し修復することとした。この基金は、デイビー町ブロワード軍教育委員会、ソロプティミスト、インターナショナルオブデイビー、デイビー歴史協会、及び町全体のコミュニティと協力して、ブロワード軍の歴史でも重要なものの保存のために役、ことなく活動している。現在は、旧デイビー学校と呼ばれ、デイビー学校基金とデイビー町の協力で維持されている。2000年代初期、 周辺地区にある2つの歴史的な建物が、旧デイビー学校の傍らに移設された。デイビー町は、北緯26度04分53秒整形80度16分49秒、北緯26.081426 26度整形80.280223度、26.081426-80.280223に位置している。 アメリカ合衆国国勢調査局によれば、超域全面積は35.7平方マイルで、あり、このうち陸地34.9平方マイル、水域は0.85平方マイルで、水域率は2.32%である2010年時点の住居数37,306件、うち8.0%は、空室以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 デイビーには南フロリダ教育会館がある。他にも多くの教育機関があり、以下はそのリストである。デイビーはマイアミフォートローダーデールハリウッドメディア市場に属しており、この市場は全米第12位のラジオ市場である。また、テレビ市場では全米第17位である。地域の日刊誌は南フロリダサンセンティネルとザ・マイアミヘラルドがあり、 そのスペイン語版がそれぞれ、エルセンティネルとエル・ヌエボ・ヘラルドである。デイビー・ダイジェストは、地元の無料コミュニティ誌であり、対話型ウェブサイトはニュースを投稿したり、購読したりすることもできる。フラミンゴ庭園、ありがとうございます。